はい、どうも、うつです。今回も、初心者のためのライトルーム講座という動画をやっていきたいと思います。で、3回目の今回は、ライトルームの画面の見方、その現像に関する画面の見方、あとは、ちょっと現像時に使える基本テクニックっていうところをご紹介したいと思います。まあ、ちょっと短くまとめたつもりですので、気軽にご覧いただければと思います。はい、では早速、行ってみましょう。はい、では今回は、現像画面の見方というものをやっていきたいと思います。そのまま画面に見えてるものがそのままなんですけれども、まあ、ライブラリですね。まあ、本来ライブラリにいろんな写真が保存されてるわけなんですが、今回その中で、ちょっと前回の動画で話していたクイックコレクションというのを活用して、ここに3つの写真をピックアップしてるんですけれども、これでちょっとご説明していきたいと思います。まあ、この写真でいいかな。はい。で、右上のところにあるライブラリから現像のところをクリックしていただくと、実際現像の方に移行していくんですが、ここで元の写真をちょっといじる前に、前回の動画でこれも言いましたけれども、右クリックで、仮想コピーを作成というのを選んでおきます。はい。そうすると、この写真はもうコピーの写真なので、いくらいじっても、元の画像はライブラリに残る形になります。で、今回いじるのはこのコピーの方です。コピーをいじってみましょう。で、現像の方の画面の見方なんですけれども、左側に出てるのが、ナビゲーターといって、今全体を映してますよってなってるんですが、これを例えば拡大します。そうすると、ここ右に項目動いて 100% 表示がこの画面になってます。写真の解像度そのままですね。100% の表示がこちらになってます。拡大してみたいとき。で、これに関しては、もう一段階、設定されたレベルにズームというのがありますので、ここで自分自由なように、よいしょ、サイズの方を変更することもできますので、写真に対して自分が扱いやすいようなサイズ感に設定されるといいと思います。まあ、今回ちょっと 50% ぐらいがいいですかね。はい。で、次にここにプリセットっていう項目があるんですが、このプリセットというのは、もう最初からね、決められた写真。はい。こんな感じでもう、用意されている写真に、現像を自動で行ってくれるっていうものになります。簡易的にこういう写真が作れる。それがプリセット。で、プリセットに関しては、削除することも増やすこともできますので、インターネットで気に入ったものがあったら拾ってもいいと思いますし、有料で販売されているセットというのもございます。はい。ちょっと戻しますね。はい。ちょっと画面上のレイアウトから飛ばしてしまうんですが、右下のところに、初期化というのがありますので、何かやって、あ、これじゃなかったと思ったら、初期化をすれば、一番最初の元画像の状態に戻りますので、初期化も簡単にできます。はい。次の要素で、このスナップショット、あんまり使ってない方もいらっしゃると思うんですけど、これ結構便利なものになってまして、これが何かというと、まあ、例えば、まあ、ちょっと例えばでまでやっていきますよ、大雑把に。すごくこう画像をいじったとします。このようにトーンカーブを今いじっただけですね。トーンカーブをいじった状態で、スナップショットのとこプラスをします。そうすると、新規スナップショットということで作成してみると、日付と時間が入ります。これ任意の名前を入れてもいいと思います。さっきね、名前入れる項目ありましたか。で、この状態でじゃあ次、露光量とか、ちょっとハイライトとか適当にこういじったとします。ここでまたスナップショットを置いてみましょう。はい、置きます。じゃ、さらにここで、またちょっとこの辺でね、勝手にモノクロとかをやってみたいと思います。はい、スナップショットを置いてみましょう。そうしますとどうなるかというと、スナップショットってセーブだと思ってください、ゲームの。一番最初にセーブしたポイントに戻ってみます。そうするとこれはトーンカーブをいじっただけの状態。そしてじゃあ、このスナップショットを、また、先に進めてみましょう。このセーブポイントを選びます。そうすると、モノクロにした時の状態に戻ります。なので、気になる起点、これこっち寄せにしようかな、こっち寄せにしようかなって迷った時にセーブしておけば、そこにいつでも戻れるので、そこから再編集ですね、行うことができるということで、スナップショットかなり使えますので、今まで使ってなかったって方がいたら、ぜひぜひ利用してみてください。はい、これちょっと消していきましょうね。で、このヒストリーというのがスナップショットの下にあるんですが、これは、今まで行った処理を全部ここで記録してってくれてるんですね。まあ、なので、スナップショットと同じような使い方ももちろんできるんですが、ただ、このスナップショットっていうのはそこまで戻していろいろまたやっていくと、過去を塗り替えるっていうようなイメージですね。ここまでやったものが全て消えてしまって、はい、改めて編集していくことになってしまうので、過去に戻ってそこからもう改めて編集し直すっていう形になってしまいます。だからヒストリーとスナップショットは似た使い方になるところもあるんですけど、ちょっと使う用途としては別になってきますので、うまく使い分けて利用してください。私あんまりヒストリーで戻るってことないので、スナップショット利用することが多いですね。はい。で、次中央はもう見たまんまなんですが、今編集している画像になります。で、この画像の上で右クリックをすると、いろんなものが出てくるんですけど、
この中で主に重要なところとしては、書き出しですね。書き出しっていうのを選択すると、自分が今行った画像、今画面に見えてる画像ですね、を何に保存するのか、書き出し場所、デスクトップにするのか、特定のフォルダにするのか、その中で、サブフォルダっていうのを用意することもできますので、この辺に任意の名前を付けて保存すると分かりやすいと思います。で、フォルダ名の変更や、画像サイズの調整などもこの書き出しの項目で行えますので、自分の使う用途に合わせて設定をされるといいと思います。私は YouTube で画像を表示することが多いので、比較的長辺を1920ピクセルにすることが多いんですけれども、この辺はまあ自由に画像の方、サイズ変更できますので、うまく設定していただければと思います。はい。で、現像画面は一番重要なのがこの右の画面になると思うんですけれども、この右のところにあるツールパレットですね。これで様々な変更をかけることができます。先ほどもちょっとトーンカーブなどをいじってみたんですが、一番上に見えてるのがヒストグラム。ライトルームはわかりやすく、ここ項目合わせて、ちょっと明るさが変わるこのグレーの部分ですね。ここが露光量。まあ、シャドウ部分、黒レベル。ハイライト、白レベルっていう風にわかりやすく、下のところに表記が変わるんですが、要は、まあ、今回の参考写真非常にわかりやすいんですけど、この白飛びがすごい出てるんですよ。これちょっとチェック入れるとわかるんですけど、これですね、白飛び。ここの部分が太陽の光で思いっきり白く飛んでしまってるので、その部分がこう跳ねてるっていうのがこのヒストグラムで今見えてる状態です。で、このヒストグラムって面白いんですけど、ここをダイレクトに動かすことによって調整することができちゃうんですね。はい、こんな感じです。つまみを動かすことによって調整ができますので、これを動かすことによって、ハイライト、シャドウ、白レベル、黒レベルっていうのを直接移動することも可能です。で、項目としてヒストグラムの下にあるのが部分補正と呼ばれるツールになりまして、まあ、この中で切り抜き、画像のサイズを、よいしょ、はい、こういう形で切り抜くこともできますし、これスポット修正って言ってゴミ取り機能ですね。まあ、画面に、この写真はまあゴミがないんですけど、例えばですね、まあ、ちょっとここら辺に浮いてるこの黒いものが邪魔だった場合、これを選択してなぞってあげると、ここの部分がコピースタンプっていう考え方で、近くにあるものを使って消し込んでくれるっていう形になります。これゴミ取りですね、スポット修正。で、赤目補正は、よくフラッシュを焚いた時に人の目が赤くなっちゃってるものを補正するようなものなんですけど、ちょっと今回はこれ飛ばしますね。で、風景撮影などでもよく使われるこの段階フィルターというもの、これは非常に役に立つもので、ちょっと仮にやってみますね。上からこう線引いていきます。ちょっとこの写真だと分かりにくいかもしれないんですけど、例えばじゃあこの下の部分を明るくしたいなって時に、ここからだこんな感じで線を引いていくと。はい。明るさの補正ができて、で、それをマスク内が今こういう処理になってますというのが出てくるので、ここでその露光量とかコントラスト、シャドウ部分などを調整して、はい。明るさを調整することができます。これ段階フィルターです。で、今の段階フィルターに対して、円形フィルターというのもありまして、円形フィルターは、そのままですね、円になりますので、楕円でフィルターを置くこともできますし、シフトボタンを押しながらだったら、正円で調整をするということもできますので、こういった段階フィルター、円形フィルターというのを使うと、明暗差の激しいところで、うまく写真を見せることができるっていうのも、使いやすいツールになってます。で、部分補正ブラシ。これを使うと、よいしょ、こう塗り込んだところが、今のフィルターをかけたような状態にできますので、明るくしたい部分だけをこの筆を使って、筆の太さも変えられますからね、明るさを変えることができます。で、これ塗った箇所がよくわからないってなる場合があるんですね。こういう場合、ほら、どこ塗ったかわかんないところ、明るいところ。なんかだと、下に選択したマスクオーバーレイ表示というのがあります。これを選択すると、自分がどこの部分を塗ったのかが、赤い色で示されますので、分かりやすくなってます。塗り込んでいくときに使うものですね。で、はみ出してしまった部分は、Windows だったら、Alt キーを押しながら動かしますと、消しゴムツールになるので、こういった形で部分的に消していくこともできます。はみ出しちゃった部分。これ非常に便利なので、部分補正に関しては、この、余分なものを消していくっていうのを覚えておくといいと思います。はい。で、最後、全体補正ということで、ツールが並んでいるんですが、先ほどからちょっといじってしまってましたが、これを行うことによって、写真の方が大きく印象を変えることができるというものになっております。はい、今回はちょっとこのぐらいで止めときたいと思います。Lightroom における現像の画面の見方、全体的なものはこんな形なんですが、次回はこの全体補正の部分の明るさに関してのお話をやりたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。なるべくね、ちょっと短めにまとめるために、あまり先に進んでない感じもしますが、
今回の中でのポイント、プリセットを使うと時短で写真現像が行える、スナップショットを使うとセーブポイントを用意できるので現像処理どっち方面に進ませようかなって時に保険を作ることができる、ヒストグラムはダイレクトにいじることができる、あとは部分補正ツールが充実しているので、暗くなってしまった部分のピンポイント補正や、ゴミ取りなども充実しているというところなどが、ありました。はい、ライトルームに関しては、基本的なことをちょっと小分けでね、続けてお話していきますので、お付き合いいただける方はぜひぜひ、再生リストを利用してまたご覧くださいませ。今回のお話はここまで。ではまた次の動画で。バイバイ。まあ、ライトルームに関しては直感的に操作すれば大体のことはできちゃうとは思うんですけれども、やっぱりちょっと基本で知っておくと、あ、そんなこともできたんだとか、あ、そこ直接いじれるんだみたいな発見もあると思いますので、そういったところを私の動画ではお伝えできればなと考えております。本当にそういうね、ちょっとしたこと、知ってるか知らないでね、また作業の効率も変わってくると思いますし、はい、ということで終わりましょう。